精神論嫌いですか？精神論、感情論、まあ些細な時にはちょっとあるんでしょうね。でもやっぱりそればっかりだと困っちゃうよっていうことだと思いますけども、まあでもそこはね、言葉尻を捉えて言いましょうか。精神論、感情論がもし何にもなかったら人間社会ってどうなりますかね。映画を見ても何の感動もない、かっこいい車が走っていても見向きもしない、ただ目的を果たしてこうやってね、ロボットのように食事をしても美味しいの一言もないし、わっってね、びっくりさせられても何も反応がないね。花を見ても何とも思わない、可愛い女の子がおはようって言ってもおはようみたいなね。精神論、感情論がない世界、それを堀江さんが目指してるとはとても思えないです。つまり堀江さんがこんな感情論は嫌いだとか精神論はどうこうって言ってるのは、その瞬間そうなんですよね。別の瞬間では思いっきり感情論で、お、この牛肉むちゃうまいじゃん、どうしたの、どこのやつみたいな感じで むちゃくちゃ感情論で生きてますよね。それからロケットバーンと打ち上がったらそれを眺めて達成感、まさに感情論、精神論です。みんな頑張ろうぜ、精神論。堀江さんトライアスロンやってるみたいですけども、むちゃくちゃ追い込むのが好きらしいんですよ。うわーってか精神論ね。髪の毛ですよ、髪の毛。堀